まずこちら、なんかおかしいお約束2見ます。1の方もしかしたらだいぶ前に見させていただいたかもしれないですけど、2見ていきます。早いよ、爆発するの。爆発を使う相場は落ちやろ。一番最初に爆発使わないのよ普通。なんやこれ。何語かわからん言語で話さんでくれ。ほんまに何言ってるかわからんのやから。一応持ってるプレートには部屋は必ず明るくしてみてねって書いてありますけど、この下の文字とドラえもんの喋ってる言葉全然違う可能性ありますからね。もしかしたらとんでもない下ネタを言ってる可能性もありますから。これでよし。あれま、残念でした。意味がわからんよ。残念でしたやってさ、腹立ってきたわ。なんかお約束マッドにはかなりお世話になってきましたけど、今日で嫌いになりそうですね。残念でした。モザイクかけんなって。なんかやらしいことしてるみたいや。一体全体何をしてるんでしょうね。まあ想像力かきたてられますから、ある意味子供の教育になるかもね。なるわけないね。ごめん。長い時間ずっと見てね。ヒカさんいるけど、パンチングヒカさんいたんやけど、ガチ殴りやったらめっちゃキレとるよ。俺以上にお約束嫌いなやつおったわ。ずっと見てね。いつもより多く回して。投げたり叩いたり傷つけたり乱暴に。え、噛む音がリアルなのやめてほしい。怖いですね。なんか結構リアルな音を出しながら DVD 噛んだらなんかね、 5G とか繋がったりしそうで怖くないですか。政府に脳内の個人情報を盗まれそうなんで、あんま DVD とか噛まない方がいいと思います。ワクチンは打ちましたか。食べるならジャイアン。よっぽど重要なことなんだろうね。食べるならジャイアンにしてねっていう、こういうお約束ですもん。結構な重要事項ですね。ちょっと今日の昼飯からジャイアン食います。ジャイアン食べるなら、ジャイアン食べるなら、ジャイアン。ねえねえ、あえみよりさまへの、どれ、あれ、ジャイアンのバーガ。それはそうよ。これはジャイアンのバーカで大正解でしょ。いや、このお約束で初めてまともなシーンでしたね。汚れた手で触ってね。じゃーん、見て見て、こんなに、あーたしのハリーシャッコいいでしょ。俺だって、じゃーん、どうだ、俺様のサインスネ夫にやるよ。そんなガチでおえつしなくても、まあまあドン引きする気持ちわかりますけど、そんなおえつまでしなくてもええやんな。相手がガチで傷つくタイプの引き方ですわ。おえつよくない。ディスクに落書きしたり、ネディアンならホリー、うん、ディスクが見られなくなったり、再生機器の故障の原因にもなるから絶対しね。どういう情緒なのドラちゃんは。急に暴言吐かれたんだけど、子供泣いちゃうよこれ見てたら。死ねって言われたんだもん。今なんか言ったか。すごいリバーブ、めっちゃ響いてる。今なんか言ったか。ボケカスふざけんなすボケのカス、ボケボケカスバカ、ボケカスバカ、お前カスキュンボケボケカスバカアホボケ、お前ボケカス
でもボケカス悔しくない。どういうこと。ヒカさんボケカスボケカス言ってたけどあかんですよ。ヒカさんがそういう暴言吐いちゃいけませんよ。ヒカさんは子供たちのヒーローなんです。そういう汚い言葉は我々汚い大人に任せてくださいよ。ヒカさん、僕がヒカさんの分まで汚い担当しますんで任せてください。ボケカス悔しくないの。いやーひどいですね。別に全然ひどかったよ。なんだった。なんかヒカキンさんも出てたし死ねって言われたし。いやでもなんか懐かしいですね。久々に見たんで、うん、お約束のカオス感が盛大にぶち込まれた感じでよかったですね。エロティックガール、エロティックなガールが出てくるんですかね。それはありがたいことだと思いますよ。みんなどこかで癒しを求めてると思うんで、このエロティックガールで癒されるのであれば本望たけしがスタート。おおキモい。ちょっと情報量すごいな。俺が AI だったらバグってたとこだったぜ。人間で助かったぜ。終わった人はいましたね。あ、ごめん、終わった人じゃない。ドラゴン屋さん。うん、ドラゴン屋さんいたね。すげえ。なんこれマジで。今んとこずっとリピートしてるだけですかね。あ、出てきた。なんかいたな。なんか出てきてたな。終わった人ここら辺にちょこっとしか出てなかったですけど、俺のど真ん中にバーンって出ちゃって。いいんですかそんな。終わった人より大きく出ちゃって俺大丈夫ですか。あ、ごめんなさい、ドラゴン屋さん。なんこれマジ。おい、ヒカキンさんも出てきた。あ、いいんですかそんな。ヒカキンさんも出てきているマッドに僕なんか出しちゃって大丈夫ですか。一番誰やってなると思うけど、この変なやつマジで一番誰やねん。ヒカキンさんも出てきて、第2回戦が始まりよ。声優さんが一緒だったんですね。始まりよ。なんやそれ。すごいな、ずっとやかましいのすごいな。いや素晴らしいですな。俺が出てる意味なかった感もありますけど、でもまあすごかったですね。エロティックガール、ずっとやかましかった。3、2、1、YO! 股関節 OK! ということでお約束でした。いや素晴らしいマット動画でございました。リスペクトです。ありがとうございます。ということでこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録、コメント、お願いします。それではまた次回のお約束でお会いしましょう。さよなら。 See you next time.